から始めるわ。ニンニン、なんちゃって。はい、ドラプリグータライフのおまけコンテンツ的なやつです。どうしたそのテンション。よくわかりませんが、こういう感じで入るとドッカンドッカン来る種族の記憶バグってない？え、口を慎め同志鈴鹿。種族の記憶を持たぬお前のような若いドラゴン、やばいぞ。私でもかばい。同志じゃないし。これだ。ドラミさんがどうしてここにいるんだろうっていうの。どうしてと聞かれてしまえば。ドラミさんをお刺身にしてポン酢で食べるんです。死ぬんですか私。トロトロしてて美味しいんで。あん肝とか食べさせてもらった食べる。ん、あんたものか。え , 笑うな。そう言うな。私はアピールするほど可愛いてか。結局どういうことな。どんな妄想をしてるのか知らんが、偉大なる我の華麗でエモ。そういう笑い方をする人はすぐ死に。いえいえ、そんな。死にかけはしましたが。死にかけんの。あはんってことで。ああ、漫画の。ししそんなこんなでお時間です。あ、閉める。あるわ。うん、いつも通りなの。そうだね。セーブします。セーブしたわ。ママごめん、今日もお店手伝い。もうちょいで区切りがつくんだけど。まったくもうですよ、鈴鹿は。なんで春がいいの？昨日、お隣でスタートしてきたのよ。ああ、私が忙しいの。え、大事なことだってくらい、こんな時くらいは、親として応援しな。ママ、何がそんなに忙しいの？今は、そこは聞かないでおくからって風。知りません。そっとしておいてあげて、女の子。いいで。もちろん。心配になってきた。今夜はハンバーグが良かったの。目玉焼きもで。それはいいけど、飼い主の方。お前は！で、あんたは何してるわけ？無力ですまんみたいなのやめて。あるから仕事いくらでも。感じとか言うな。ビジネスのアポか。それはご立派なお仕事で。もういいわ。とにかく春借りるから、しばらく面倒かけんね。そろそろマジで仕上げにかからないといけない。ダメだこれ、心があんこどっか行っててもしょうがないし。ご飯？ごめん、ちょっと。秋野が言うから持ってきてあげました。ああ、春が食べていいやそ。本当ですか？下で食べてくれ。疲れてますね。ハンバーグくちゃくちゃしながら言わ。え？あ、覗き込まない。鈴鹿は漫画家だったんですか？漫画家とか全然。てか、わかりますよ。ドラ。どんな理屈。え、それはネームですか？書きたいテーマはわかります、はあ、まず15ページ目から18ページ目ですね。感情の誘導が。ここは夏子の内面を説明しようとしすぎて裏目になってるので。も、はあ、あとは23ページからの内容をもっと演出的に。それとも関連してますが、小回りがちょっと単調で目が滑る。冒頭のつかみも弱いですね。ベタな技法ですが。待って待って、メモしてるから。って本当に待って。何それ前世は編集長？前世とか言われてもよくわかんないですけど。これ種族の記憶出た。いわば英知の継承ですからね。あ、言ってませんでしたっけ。
私たちは生まれてくるとき。へえ、そういう説。でもそれだと人格、流覚とこの記憶ではなく、頭の中に本棚があって、もちろん私の知識や経験も。これ大事なやつ。その知識は情報として、種族みんなですね。私が人間界で得ている知識や経験。本棚よりは、ん、いや、ドラゴンが、はあ、ごちそうさま。目が、では私はこれで。ちょい、まだ何かある。ある。さっきみたいなアドバイスもっとちょうだい。力貸してよ。難しいですね。お店、明日今川焼き買ってきてあげる。明日はそれでいいとして、明後日はどうし、いいの？じゃあ、それは知らないやつで。そういう美味しいのいっぱい情報持ってるから。うん、タケルさん、私お隣に行ってきますからね。タケルさんは今日何するんですか？頑張ってください。まったくやれやれですね。タケルさんは私がいない。今日は肩でも揉んでもらわないと。仕事が性に合ったんですかね。これで直すとこないですね。ありがとうございます、編集長。それで、ちょっといいお店のミルクレープでございます。うん、はん、クッションのない美味しさ。まあ、ちょっと感動。書きたかったものって感じ。健康、今回はマジ助かった。あ、今日だよ。私、原稿はデジタルだから教えたら使いそうだけど、パソコン自体持ってないでしょ。美食の時代は去って、元の穏やかな日。悲しいの？口を出すだけの楽な仕事でしょ。まあ、ゆっくりしたくなってきたのも事実ですし。漫画のことをどうしてタケルさん。え、人間さんの感覚はよくわかりませんが、うん、みんなにバレて。それはないかな。待って、なんか言った。何をです？あの、はぐらかしてるわけ、うん、もしかちょっとはそうなのかな。はずい、タケルとはさ、子供の頃からなかったことにしたい過去とかも、あいつになしにしたい過去って聞くしね。普通に、例えばコロコロに。そう、子供の頃の私って家でニートですね。あんたたちに言われたく。まあ、うん、それね。漫画家の夢は、私バカだし運動もできないし太ってるけど、うん、意地に、あいつからこそ、つうか、あ、角も出てますし、静香にとってはよっぽど今の飾り立てた自分だけを本当の自分として。えぐるね。だったらなんで漫画描いてるんですか？いつまでも。静香ちゃん、春ちゃん、お買い物にどうしますか？料理はまだあんまりわからないの。何様、降りてきてくれる？お買い物に。はーい。苦しみの時期は乗り越えたとかで。ほんと食べてない。さて、ここから忙しいぞ。本郷寺ちゃん仕上げてつ。ネームのノートは絶対嘘でしょ。あれガチャじゃない。親子揃ってバカ。うっさいわバカ。ここは乙女の聖域なの。タケルみたいな素やな人間が皮肉を理解する頭もないとか逆にかわいそう。進歩がない人間誰のせい。これ見たの？少しは後ろめたさを抱いて。てか、ちょ、いろいろちょい座る。てか、なんであんたそんなに落ち着いてんの。
眉を潜めないで。順番？順番は大事。食っていいよ！かわいい顔してせんべい食べやがって。それで読んだってどれくらい？じゃあじっくりだよ。何それ、からかってんの私のこと？何よ。なんて、なんて、ちょっと待って、タチって何よ。大学でできた友達のユキとミノリを気安く呼ぶな。あ、そうっすか。満件。別にちょっとした付き合い的なやつで、そこまでガチのオタってわけでは。やめて。そっちじゃなくて、だからほら、感想雑か。どこで？ほんとそれな、書き手として表現に自信あるとこだわ。あんたは読書感想文であらすじ書く小学生か。まったく、昔からあんたにだけ漫画読む。意外とね。黙れ、帰れ。な、何？まだなんかあんの？作家性なの！ふさい帰れ、ポケコラ！ポケットのせんべい出してけ！